こんにちは。こんにちは。2回目ですよね。はい、2回目のファーストテイクですね。以前は？以前はあいみょんさんのマリーゴールドを歌わせていただきました。なんかなかなか好評だったみたいですね。ああ、それは嬉しいですね。そしてじゃあ今日は？今日はアゾさんのうっせぇわを歌いたいと思います。お願いします。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路、持ち上がるするわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、それは誰かのせい。あてもなくただ混乱する AD、 それもそっか、最新の流行は当然の把握、経済な動向も通勤時チェック、順調な精神で入社しワーク、司会人じゃ当然のルールです。はぁ、うせうせうせはあなたが思うより健康です。一切合切本用なあなたじゃわからないかもね。ああ、よく似合う、そのかもなく不可もないメロディ。うせうせうせは頭の出来が違うので問題はなし。つっても私も犯人間、殴ったりするのはノーセンキュー、だったら言葉の銃口をその頭に突きつけて、撃てば撃てばない、止まりやしない、不満不満たるはさてるの果て、サディスティックに変貌する衛心。クソダリーな酒が空いたグラスは取りに行きなさい、皆がつまみのように口やすなさい、会計や注文は成人を切る、フブリンじゃチャネのマナーです。はぁ、うせうせうせは癖口ふさぎや限界です。絶対絶対現代の代弁者は私やろがい、もう見飽きたわ二番煎じ声のパロディ。うせうせうせはまるまるとにくづいたその顔面にバツ。うせうせうせはうせうせうせは私がそこにいる天才です。うせうせうせはあなたが思うより健康です。一切合切凡庸なあなたじゃわからないかもね。あ、つまらねえ、なんか言い聞かせるんだそのメモ。うせうせうせは私も大概だけど、どうだっていいぜ、問題はなし。歌い切りましたね。ちょっと詰まっちゃったとこだったり、間違えたりしたところはあったものの、ちょっと歌い切れたからすっきりしました。やっぱりうっせぇわってなんか嫌なことがあった時に歌うといいですよね。だから今後もうっせぇわを、アドさんのうっせぇわを何回も聞かせていただきたいなと思っております。ありがとうございました。
一体このままいつまで一人でいるつもりだろう。だんだん自分を憎んだり誰かを羨んだり、いつかいつかと言い聞かせながら今日までたくさん愛してきた。そして今もこの恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて。今私恋をしている、あたかの心を抱えて、バイバイ愛しの思い出と私の夢見がちな憧れ、優しくなれたよ少しね、強くもなれたみたい。どんな未来も受け止めてきたの今まで、たくさん夜を越えた。そして今もこの恋の行く先なんてわからない、わからない、ただ思いを今私伝えに行くから、あなたの心を受け止めて。恋なんてしなきゃよかったと、あの時もあの夜も思っていたの。今私また恋をしている、あたかの心を震わせて。この恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて。今私恋をしている、裸の心を抱えて。はい、終わりました。まあ頑張って歌えたと思います。レントの家、みんな家族失恋ソングとか悲しい系の歌とか爆上げの歌とか、そういう2種類の歌が好きなんですけど、このあいみょんさんの裸の心は失恋ソングというか悲しい歌なので、まあレントも大好きだなと思って選びました。ちなみに失恋したことってあるんですか？失恋したことはありませんね。そもそも好きって言ったことが
ないですね。なんかすいませんでした。大丈夫です。